はい皆さんこんにちは非常識な K コンサルタント高橋坂子です本日のテーマは AI 全盛時代に磨くべき力は〇〇〇という3文字こちらの方をお伝えしていきたいと思いますはい皆さんねあのー、今いろいろとこう AI の情報とか 常にアップデートの情報とか流れてきていると思うんですけれども、すでにあのチャット GPT を使いこなしている方とか、いろいろ画像生成の AI ソフトとか動画とかいろいろありますよね。まあ、割と私は取り組んでいる方だとは思うんですけれども、普通の一般的な状況からするとですよ。 だけれど、あの、大体ね、お一人様ビジネスをやってる方で、あの、そこまで手が回らないっていう方は多いと思うんですよ。で、この混沌とした、えー、スピードが速いこの時代にですね、まあ逆に、まあこういう力磨いた方がいいよねっていう話をですね、まああの、今日はしたいなというふうに思って、えー、とこちらのテーマを取り上げました。AI 全盛時代に磨くべき力は 丸、丸、丸というね、3文字です。はい。こちらの方で、ね、お話をしていきたいと思います。で、えっ、ー、と、じゃあまず最初にですね、結論をお伝えしますね。はい。えー、磨くべき力から3文字ですね。こちらの方は何なのかっていうと、えー、人間力です。はい。人間力。まあ、あの、他のもう一個考えた、あの、3文字は対応力。 っていうことだったんですけれどもね。やっぱ人間力かな。AI と人間っていうことでね。あの考えると人間力が必要になってくるかなと思いました。じゃあ具体的にあの授業をやっていく上であのど、どういう部分で人間力が必要になるかっていうと、うん、まあ端的に言うと、簡単に言うと、まあ、コミュニケーション能力がよりこの AI の時代だからこそ、 必要になるなあというふうに感じているんですよでどういう現象がお起こりつつあるかっていうとあの ai すごい賢いんですよ私も日々いろいろ使っていてうん文章とかもいろいろ作ってもらったりするんですけれどもえー、っと綺麗すぎるんですよねあの要,要は優等生な文章が出てくるんですよだけれどもやっぱり人間ってあの まあ不完全っていう部分もあって、まあそれが故に人間らしさがあったりでホッとする部分もあるじゃないですか。だからあの変な話ちょっとこう欠けてる部分が愛嬌があるっていうそんな感じです。だからえっ、ー、と AI で書いた文章ってうん女の人で言うとめちゃくちゃ美人な感じ、好きがない感じですね。 綺麗でちょっとツンとしてるみたいな雰囲気の完璧さがあるのが AI で書いてる文章であもちろん自分らしさをね、えー、学習してもらって入れていけるようになるとまた変わってくるのかもしれないんですけれども、ま、基本的にはあの綺麗ですあの綺麗なんですよ読みやすいしだけれどもあのひ人ってなんかそれだけだと息が詰まっちゃうじゃないですかやっぱり人間らしさっていうのが 欠けてる部分、不完全な部分っていうのがやっぱり愛嬌だったり愛苦しさがあったりとか、うん、ちょっとこう可愛いって思えるようなところだったりするので、完璧がすべて正しいわけじゃないんですよね。特にないですかそんなこと。あの、すごく、えっ、ー、と、私もね、これ、 自分の昔を思い出して、まあ、青かった時代の自分ですよ、えーっとですね、正義って正しさを押し付けるのって正義ね、自分の中での正義ですよ、でそれを押し付けるのっていうのって、やっぱり相手には相手の正義があるじゃないですか、で正しさがあるんですよ、相手には。 で若かりし頃はよく上司とかにですねこれこれこれはこういうことなんじゃないんですかなんてあのよく食ってかかっててね <laughs> 可愛くないあの部下だったと思うんですけれども、まあ、私はその当時成木の私の頭で考えるお客様のためを思うまっとうな正論を伝えているつもりだったんですよね。 だけれどもあの結局もっと俯瞰してみると会社全体のことを考えていくとそれもあるけどこれもあるよねっていうもう一個の側面とかをあまり目を向けることができなくて若かりし頃だったのでんだからそれで上司をよく詰めたりとかしてましたよね。<laughs> まあ、あのもちろん、ね、うまくこの,のらりくらり言って説得するようなタイプの上司もいれば。 まあ真っ向からね、それはそれでわかると。だけど会社の事情はこうでっていうことで説得されるようなケースとかもあったんですけれども、正しいっていう概念は、まあ、人の数だけある。まあ、だからね、宗教とか戦争とかっていうのは皆さんが正しさを主張するから起こるわけじゃないですかで。そんなにグローバルな視点じゃなかったとしても、その、き,きれすぎる状態っていうのが、ある意味人の心の揺らぎに、 反するもので綺麗すぎるものっていうのは逆に心が動かされないっていうそんな側面もあるんですよだからあの結局チャット GPT とかそういう素敵なものを使う一助にするのはすごくいいんですよ全く白紙の状態からいろんな文章を作っていくよりこういうふうな指令でこういう型を作ってくださいねってお願いしたものに対して型をきちんと 作ってってくれるっていうのは素晴,素晴らしいと思うんですよ。非常にね。で、さらに進化していくともっと自分が普段使っている言葉とか、普段言ってる思想とかを学んでいくようになると、なんか本当に私なのか AI なのかっていうのが分かんなくなる時も来ちゃうのかもしれないんですけれども、まあ、りすぎまだそこまではいってないので。で、そうすると、そんな時代にはやっぱり人間らしさとか個性とかいうことになるので、 やはり人間力がより磨くべき内容になってくるんだなというふうに思ってるんですよね。でじゃあ人間力の具体的なな成分何なんだって言ったら、まあ、一つは今言った個性が人間力の一個だと思うんですよ人間ってね不完全な不格好な部分もあるって言ってるじゃないですかだから考え方の思考の欠落感とかお茶目なところとかですね そういう部分がある。ただ、やっぱりそ、それを、まあ、自己開示ですよね。人に見せていくことができないっていう人は、そういう人だというふうに認識されないじゃないですか。そうすると、AI とほぼ変わらないような見え方になっちゃうんですよ。自己開示を自分のマインドとか考え方と人に伝えないと。まあ、伝える言葉のうまさとかそういうのは置いといてですよ。伝えるっていうことをしていくっていうふうにしないと、 人間らしい自分っていうのが伝わらないんですよね。で、その人間らしい自分っていうのはどういう状態がいいのかっていうと、やはり心の底にある本心と外側に出てるものがほぼ一致している状態を作っていけるっていうのが、やはり自分も苦しくないし、うん、人にからもそういう自分として見られるから、一致しているっていうことが結構これからは 大事になってくるのかなと思うんですよね。そうすると、その一致している状態で誰かと付き合うということになるんですよ。そうすると、当然嫌われる人には嫌われるし、好かれる人には好かれる。それも合わせて受け入れる。で、自分もそうです。合わないなという人と、あの、ある程度のね、もちろん努力はしてもいいと思うんですけど、合わないなあ合うなあというと、 もちろん成長するために、えー、と異文化異次元の状態の、ね、人と付き合うってう成長させるために居心地の悪い場所をわざと選ぶっていうステージも時には必要でしょうし基本はあ自分も居心地よくかつ成長していけるような人々と一緒に付き合っていくっていうのは大事かなと思うんですよ。こここれも人間力を磨くっていうことになるのでどこのでど コミュニティとかにいて、誰と付き合って、誰の思想を自分の中にね、共鳴していくようにするのかっていうのは、おそらく AI の時代だからこそ、すごく大事になっていくんじゃないのかな、というふうに思っているんですよ。あと、あの、アイディアとかね、発想力とか。えっ、ー、と、AI は確かにね、いろんな発想を出してくれるんですよ。突拍子もないものとかね。 聞くとときには面白いと思うんですけどでも、自分の過去の記憶とかそれがじゃあ誰かと一緒に話をすることによって生まれる相乗効果による新しいアイディアとかそことはまたチャット GPT が育ってきている文化とか AI が育ってきている文化と過去の過去の自分が体験した深,深層心理の奥にある体験まで分からないじゃないですか。だからそういうういいいもものを引っっ張り出して見ていくって見く部分でも まあ自,自我の再構築とか自我の気づきですね。自分ってどういう人間でどういうことをしたかったんだろうかとか,、えっと、か、過去の自分も見つめ直し、そして作っていきたい未来の自分も改めて再認識する。そうですね。だから再認識っていうのが近いかな。人間力っていう部分で。 でそののなんかあのテクノロジーはもちろん素晴らしいんですけれども思考とか思想の柔軟さとか豊かさっていうのはやっぱり現状は人間だからこそみたいなところがあるなというふうに感じていてあのー、いろいろ添削とかねする上でまだそんなに私チャット GPT でガンガン出されている書類を見てるわけじゃないんですけれどもえー、っとですね チャット GPT じゃないにしてもほら何か売れたページとか売れた文章とかあるとするじゃないですか。で、その人がそれをコピペしながらリライトしていくとなんかちょっとその本人っぽくない、いよいよ浮いちゃってる感じなんですよ、文章と本人の性格が。だからそれを一致していける言葉を使っていくっていうのもやっぱり人間力の一個になるし。 自分が普段使わない言葉ってやっぱり嘘っぽく聞こえちゃうんですよ。だから心の底にあるものと外に出すものを一致させていくっていう。これがよりこれからの時代大事なんじゃないのかなと思っているんです。で、あと応用力っていうところもちょっと一言ね、あの今回のテーマとは違うんですけれども触れさせていただくと,、えー、っと AI に使われてはいけないんですよ。 使っていく側になる要は便利なパートナーとして使うということはより自分が主導権を持ってどういうふうに使いたいかを考える必要がありますだからそこで応用力っていうのがまあいろいろな可能性を探ってみるっていうところですよねこんなんさせたらもっと楽にならないかこんなんさせたらもっと楽にならないか ということを考えて AI にさせると単純作業は AI がやっていってより人間らしくクリエイティブな領域ですねアイディアを発想するとかより本来やりたかったことをできるように AI を使っていくんですよだから振り回されてもいけないし仕事を取られてもダメだし主導権は人間側にあるっていう立ち位置で使っていく立場を 自分でちゃんと掴んでいくっていうのが今後どの業種業態においても必要なんですよね。そうすると逆に AI の時代だからこそ磨いて欲しい力っていうのが人間力なんじゃないのかなというふうに思っているんですよ。だからあのもちろん私自身も自分で うん、いろいろとねあのど,どういう付き合い方が AI の時代いいのかなと思っているんですけれどもやっぱりね便利に使うっていうのがいいんですよ AI は、えー、秘書的にとか調べ物をしてとかそういう部分ですねでも私のめちゃくちゃ思想の奥にある根っこの根っこの部分は当たり前ですけど知らないしそれを生み出すのが逆にクリエイティブな領域だから人間の根源的な 楽しみとか喜びの領域なんじゃないのかなと思うのでより皆さんが夢に向かったりとか創造、えー、的な未来を作っていくために AI は使っていくといいなというふうに考えたんです。であのよく私のクライアントさんとかだとえー、っとまあ料理のね 先生が多いのでこれ昔から言ってるんですけれどもえー、とレシピって化していくと思ってるんですよ、うん、配合を決めていくそれを何度もこう繰り返してやったっていうそのそこにたどり着いたっていうその価値があるっていうのは理解できているんです私もパンの先生やってましたからねレシピをどういうふうにやってってその配合を決めるのに もちろんいっぱい試作とかしますよ。だけれども、そのレシピ自体とか、そのデータとか、あとノウハウそのものに価値とかを重きを置きすぎるような講座設計とか、あとは、うん、セミナー設計とかをしてしまうと、うん、結局 AI が進化するとですね、それに近いことできちゃうんですよ。 でできちゃうんですそうするとその人の価値なくなっちゃうんですよ。じゃあどこに価値を持ったらいいのかっていうとその裏にある思想なんですよね。レシピをじゃあなぜその配合で作ったのかという思想はチャット GPT とか AI はそのうち読めるようになるかもしれませんけれども今はまだ多分ねわからないんじゃないかと思ってますよ。例えば うんそうだな、まあ、どれでもいいんですけれどもじゃあ、私がそのレシピをどういうふうにして開発したかっていう背景ですね、それは、えー、とこういう食べ物が好きな人がいてでその人が家族のためにこういう状況でしてあげたいなと思ったでその家族の状況はこんな状況でとかでその人が喜んでもらえるように材料を決め、配合を決めってやったっていうこのストーリーって。 AI 無理ですよね。<laughs> 配合の正しさとかはできるかもしれないけど、裏側にあるストーリーとか感情とか共感っていう領域までは当たり前ですけど、データですから。うん。やっていけない。だから、レシピは意味があるんだけど意味がないってよく言ってるのは、そういう点なんですよ。で、当然それは、あの、じ自分の首を絞めるようなことも言いますけれども、コンサルタントだって一緒なんですよ。 <laughs> だって、ある程度の正しげな答えは AI で出ますよ。コンサル、あなたはコンサルタントになってくださいって言って。で、それは私が同じことを言ったんだったら意味ないじゃないですか。お互いに調べられる領域だから。だから、感情の部分も含めたアドバイスをする。つまり、そこに書いてあることは正しいんだけれども、その方の性格、その方のその時の感情の機微、そして響く言葉、 を全部加味してアドバイスするとやっぱオンリーワンな状態の内容になっていくんですよねで。人間ができる領域ってその領域なんですよ。だからより高度な技量と技術が求められていくのでここでレシピがとか盗まれたとか何者か患者が言ってる領域を脱するように頭をシフトしていかないとそれにすがった講座構築 えー、パクった、パクられたとかね、大騒ぎするような内容じゃない領域でやっていかないと逆にこれから厳しくなりますよっていう、そういうお話です。はい。なので AI がね、あの対等してきているこういう時代だからこそ意識してほしいことをお伝えしてみました。はい。では本日のテーマをまとめます。 AI 前世時代に磨くべき力は人間力。人間ならではの感情の機微、バックグラウンド、背景、それを取り込んだ状態でどういうものを構築していくか、ここに重きが置かれる時代になってきたのではないかなというふうに考えています。はい、あなたの講座作成、セミナー作成のご参考にしてください。それでは。